クラッシュ、バックラッシュは禁物ですねって座台じゃないくてなくてあってくれって、二座台の恐怖。あ、来ました来ました。何だろう、何でしょう、何でしょう。行きましょう。イサキですかね。せーの、それって。お、イサキですかね。やりました。しょっぱち、しょっぱ釣りました。やりました。やっとで、ね、青物釣りに来て青物釣れたって感じですね。やりました。はい、大島でね釣って持ち帰った、カンパチのね、幼魚ショコですね、今日はねこちらをねお刺身にしていっぱいやろうと思います。はい、もうお刺身ですからね、3枚におろして、ね、皮剥いで、お刺身に切ってというような感じですね。あばらの部分をね、削ぎ落として血合い骨を取って皮を引いて、お刺身に切っていきます。はい、ショッコの刺身の完成です。いやー、うまそうですね。今日はね、自家製のね、島唐辛子、青唐辛子をね、1年間ね冷凍にしてね、辛さを増してたやつをねハサミで切ってまぶしてあります。さあ、このね
島唐辛子、青唐辛子が効いたね、このショコ、タンパチのね、子供ですね。これのお刺身いただきます。ピッ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 とつけまして、いただきます。ピリッと辛くてね、とっても美味しいです。いやー、やっぱしね、大島で釣った魚はね、このね、島唐辛子つけて食べるの最高ですね。さ、それではね、今日もまたまたね、焼酎お湯割りでいただきたいと思います。さあ、いただきます。おー、やっぱね、このね、ちょっと寒くなってきたこの時期はね、いや、お刺身でね、焼酎ね、お湯割りでっていうのは最高ですね。はい、そういうわけでね、大島で釣ってきたショッコ、こちらをね、島唐辛子、青唐辛子でね、まぶしまして、お刺身とっても美味しかったです。ということでね、またいろんなとこ行っていろんな魚釣って食べてみたいと思います。それまで皆さん、ごきげんよう。さよなら。